大したことない。これとちょっとまとまるね。初三色ドラが。かけそう。見て。うん、悪くない悪くない、うん、悪かメンツできたね、うん、あーここも悪くないな。やり太しい鳥や、うん、ねえ、うん、おおいいじゃん。123また配信が今暑い。カサブランカの時期がそれはそう。まだまだ早いです、ね。10月くらい。両ピン両ピン。両ピン全然ないです。一個ぐらいないですか？一枚ぐらいです。一個あればまあ。ああ泣いたね。楽だろうな。E ピンとリャンピンどっちもなくなるのはきついな。本さん細くなったね、うん、細シングはねけど麻雀細いと困るね。麻雀は太くないと。これはそう、これでカンチャン、ケンチャンながらのイシャンテン前三番がね、どうなるかですね。うわ、リャンピンなくなっちゃった。マジか。空っぽ。リャンピンないのきついな。縦は ?E ピン縦はある。1枚。9万。これね、マンズ処理する前に E ピン立てれないと。いやー、でも神リャンピンになっちゃうな、これだいぶ。なるほどね。先輩。まあ、1500ならいいか。どうでもいいや。どうすんのこれ。うん、両ピン、数ピン切るんじゃない。ちょっと、両ピンじゃない、普通は。チップを、あれしたゴーナさん、こんな5000。ありがとうございます。大丈夫よ。全然大丈夫です。気にせず。こんなぁ。あいや、そう、それはね。E ピンが2枚やる。いただいて。もしかして。ホワイトスワンさん。堀さんの宣材写真がかっこよくなってる。ありがとうございます。無頓の桜ナイツカラースカジェ、はい、渋って入れてくれてもよかったけどな、うん、ありがとうございます。どういうこと？この人さっきね、さっき渋を岡田さん、堀さん、内川さん頑張って。ああ、なるほどね、はい、多分忘れちゃったんだろうって一緒に言ってた。わざわざ、おお来た、パンチはリッチ。あ、いいやん、いいやん、いいやん。めっちゃいい感じ。結構いい感じ。これ上がれそうじゃん。上がれそう。いいんじゃない？これいいよ。2枚だろ。ペン3枚、3枚だ、3枚、3枚だ、1枚多い。打点全然違うよ。はい、押す押す。当然押すね、当然押す。シャンポンにしたかったんですか？フォーマンと EP のシャンポンもできたと思うんですけど、やばい、ちょっといい、入ったら来るんだから。はい、だけどローピン3飛びか。はい、はい、ローピン2飛びか。はい、頭以外で、そういう時はなるべくカンチャンにした方が上がりやすい。本当ですか？アンコが一つでもあればシャンポンに落ちてる。お、押してる。アンパイ全然ないんじゃないですか。1個あったよ、だ、うん、1個だけか。うん、チーしようとしてる、さすがにないよね。やんないね。嘘だもんね、ファイヤーが、きつすぎ。嘘は無理だろ、ロープの逃げ出し。危ねえ、びっくり。2対3。いい勝負ですね。おいおー、これ押すじゃん。これパーソーだね。パーソー打つか。ラプッシュだな、ハゲカさん来るかもしれない。あ、一発目に急速切ったの、急速切った。6番が通る、3番が若干出やすくなったか。3番2枚、1番3枚。さあ、萩原どうなる。うわ、いってないか。これは来ないね、2対2になっちゃった。嫌だ、点が今のうち。おずい、シャンポン立って、シャンポン。1枚まずいよ、マジ。先輩、スマ引いてもらおう。カロありそうじゃん。2枚か。今ポートばっかり。1枚だって。1対1か2。でもうちらあれだから、萩原さんが数万引いたらさすがに出るし。うん。うん。変化はあるね。どう
7万トシが一番枚数多いの。いや、同じです。あ、そっか、堀が一枚いったのか。カンパも。カンパはね、ないね。いや、これ負けられんけどな。これ3万も萩原も捨てますね。萩原さん、5-2 5-2。いや、ローマンだけど、積もりたくないな。5-2と1500。次大丈夫。C1。怖っ。3ピンあった。ソーズ？まあ、数万もないからな。まあ、惜しいだね。まあ、3層ぐらいいくか。まあ、ローソンか。あ、ローソン？うん。9層取ってるか。うん。どうするんや。いやー、枚数多い方選んだのになー。なぁ、2対7パーマンが2対2か。あ、じゃあ、もともと3だったよね、違う。3は、はい。3対3だったんだもん。シャンプーもいっぱいあったんだ。シャンプーもいっぱいあったわ。うん、3対3だった。ひぇー。3対3って聞いたらやっぱシャンプーにするわな。知ってれば。ドラが大当たりあるから。トッシーに対しては一筋だからね、パーンは。まあそうね。テンパイとは思うか。ほら。テンパって言うともおかしくないね。おかしくはないよね。何度でも、何度でも。萩原さん、チーワン引いたら中筋10番切れるのか。そうだね。あ、まあこれは。いいわ、いいわ。いや、そんなものはない。今の人は、打たないはないね。打たないはない。狭まってますよ。だいぶ。まだ2人テンパイと思うと打ちづらいか。萩原さん、張ってるもんな、さすがに。でも、でもパーピンチーピンの手出しだから、ワンチャンとか思ってたりするかもしれない。結構狭まってますよ。ヤンパーマン通ってて、サブロッキューマン通ってて。チーピンも通ってる。で、アンパイ足りてんだよね、多分ね。ソース全部通るから。あ、でも行くんだね。最後の1個かな。打点的にも。6がなくなった。いいよ。オーケー、これはいい。とりあえず、一番きついの。すごい痛いの。結構、チーマン、行かないよ。チーマンチーピン手からスパーンと打ったんで、ちょっと遠いよ。チーマンじゃねえよ、今なんならもうロン。チーマンを切ってほしいっすよ。これローマン行くはあるのか。それはある。フトシ押してるんですよ、ローマン。押してるね。通してる。通してるよ。あ、そっか。リーチ一発目でローマン。で、萩原さんがテンパってると思えないかな、あんまり。途中押してるけど、パーピン通してるから。でも、手は悪いから普通は降りるけどね。9ピンがないからね。チーピンがないからね。ほぼ3枚でだから。普通に行かないよね。うん。で、まあ、これでイーシャンテンキープ。ほら7。もう今勝ち確でしょ？今3枚でないです。あの、全然勝ち確じゃねえ。ちょっと不利なんだ。むしろ3枚。どうして勝ち確になっちゃったんですか？前向き。フリテン、これ降りれない？どう？今年。でもリャンマン現物だからリャンマン切ると思う。じゃあダメだ。まあロンがなくなった。ロンなくなった。ロンなくなった。これは嬉しい。これは降りれるから。そうそう、はでも切れるのか一応。いけ、7万。これ土間が通ってないんで。あ、てか今当たり出した。萩原さんは変化待ち。うん。まあでもウーマン切るんじゃないですか。4万はアウトでしょ。4万はアウトだな。じゃあもう行かないですよ、4万はさすがに。スチームくらいしか残ってないですよ。確かにいるけど。残ってないね、もうね。うん、ほぼ取ったね。これで折りだな。折りです。あ、ちょっと取ってんだ。取ってんだね、萩原さん通してんだ。なんだ。海底か、次。海底。サブローマン町の、町の部分の後ろにこう、後ろに行く。やんそう。通してる。通してるな。黄色っぽい色が入ってますね。あれフリテンという意味。やめろ、やめろ、ひょっこりやめろ。お、やめる。やめるよ、さすがに。まあ、切るなら4。1万しか切る、うん。切るなら4だからな。7か。いや、4だね。どうだ、でも関数は別に全然あるから。うん、関数は対関数は。9万パワーの外しなんだ。9万、間空いてパワーなんだよ。押すにしてもどっち切ってもおかしくない。でも押さなさそうじゃない？もうなくないスチーマンしか。それはそう、無筋はかなり限定されてる。2人で通してるのね、萩原さんと一緒に。ニャンピンはある、一応一筋あるなら行くか。いや、行かなさそうじゃない。想像は仕事全部通ってるね。で、スーワンシャンポンもあるのか。え、サブローマも通ってないんだね。あ、通したんだ、自分でローマ。サブローマローマン切ったんだよ。だからもうスチーマンとリャンピンぐらいしかないんじゃない、両面だったら。確かに、2つだね。うん、まあ、カンパーワン関連牌ならカンウーワンとかもあるっちゃあるが。カンウーワンあるね。おー、シャンじゃ、うん、
1200。そっか、パーマン3万円、うんうん、やっぱ関数1と関中1で、関中1の方が出てきづらいと、うんうん、まあ、これ通したら親番連チャン、親じゃなかったら絶対来てないの、そうね、うん、いいよ、うん、上がったよ、ナイス、4スタート、ナイスナイス、うん、